見て、ほら。ここだよ。ここのお家、ここのお家。ここだよ、ノンノのお家は。うん、ここ。引っ越しの手伝いをしてます。主にね、搬入された荷物をほどいて、あの棚とかに並べて整理してるんだけど、もうね、すごいね、あの特に台所の荷物がすごいね。やっぱりいつも私もそうなんだけど、台所ってすごいよね。たくさん荷物。今ちょっと休憩でね、あの荷物の中で見つけた、なんかこういうマッサージの器具を見つけたので、ちょっとねこうやってマッサージしてる。めっちゃ気持ちいいよねこれ。あ、気持ちいい。今誰もいないんでちょっと遊んでます。気持ちいい。おはようございます。これからまた妹の引っ越しの手伝いに今日も行こうと思います。寒い。今ね、気温が摂氏5度。でもそんな寒くないか。まだちょっと早いんだけど、お湯を今ね飲もうと思って、暑いからちょっと外で冷まそうかなと思って、ついでに妹のところに行こうと思います。これがこん中入ってて、これもここにかかってて、これを引っ張り出して、そこにあったマスクも出して、治ったの？もうぐちゃぐちゃになってた。よかったじゃん、でも元気になって。いやーすごい、まだ。ここ今日片付ける。布団の中で寝てる。嘘。こっちに連れてくるとなんか変なになっちゃうの。本当？すげえな。あ、洗濯してある。ちゃこちゃん。猫がビビって出てこれないらしい。どこ？ビビると。あ？あこれ。あれ？入った入った。いた。いた。刺しちゃった。あ、怖いの？そんなに。面白いね、猫って。靴がすごい。
新しい靴がこんなに入ってる。よっ、こっちは？こっちはまだか。こっちにもちょっと溢れてる。まだこっち。これからまだこんなにあるので入れるらしいです。さあ、一回帰ろう。今日は引っ越しの2日目です。これからまた妹の家の片付けをしようと思います。なんかね、妹はね出たり入ったりしてるんで、今ねお孫さんと2人で家に来てます。まだこんななんだよね。猫ちゃんもねあそこから出てこない。怖いみたい。まだこんなんで。でもね一応昨日結構ね片付けたんですよね。なんかねとにかくその食器がすごいたくさんあって。もうね次から次へと出てくるんですよ。でもうしょうがないから最後は私がこれいらないんじゃないのっていうものをこう分けて、それそういうのを段ボールに全部まとめてね入れて、後で妹にこれいるかどうかって判断をしてもらいました。でちょっと今のところの進捗をお見せしようと思います。はい、まずはレンジの下横、まず横は普通に塩コショウとかよく使うもの入れて、ここレンジの下は比較的よく使うお鍋を入れました。そして蓋はねこんなこのプラスチックのものがあったのでここに蓋を置きました。とりあえずあるものでしかできないのでこんな感じで入れて、でさらに下にもあるから割といろいろ入るんだよね。ここにはなんかちょっと季節物とかあんまりそんな頻繁に使わないかなっていうもの、すごいこのバットがめちゃくちゃたくさんある。はい、こんな感じでまずは入れて、あと引き出し、まあまあこの辺も後でね整理しないとダメなんだけど、とりあえずで、あとはこんな背の高いお酒とかお醤油とか油とかを入れました。でこの下にもあって、ここはねコーヒーとかお茶とかあとはお味噌汁とかインスタントのものを入れてあります。でここは食洗機、食洗機の下にも1個あってね、ここはお菓子とかなんかストックものなんかを入れてあります。なんかねこの床ギリギリまでこうやってあると割といっぱい入るんだよね。でここはシンク下はこっちはまあお水回りなんでザルとかボールとかスケールとか、あとこの下がこんな感じになってて、まあ調理器具とかアルミホイルとか置きました。そしてさらにここはタッパーウェア、タッパーもね半分ぐらい処理をしてもらいました。はい、なんか効率悪くて全然できないからとりあえずビール飲もう。ビブリ、乾杯。
ってるし、ほらおいで、ここおいで、開けてやる、ここにお座りして食べよう。全然ダメだ。なんか昨日は人がたくさんいたから割とおもごちゃんも遊ぶ相手がいたんだけど、今日はね、なんか仕事行っちゃってる人もいるから、じゃあじゃがいもでも茹でてポテトサラダ作ろう。なんかね、実際にお料理して使いやすいかどうかっていう検証にもなる。食器があと一箱あって、段ボールに。それ最後見ほどきしようと思います。カレーっぽいお皿。なんで処分するとかしないとかさ、私は決めないんだけど、あの提案はできるよねって感じ。まあ、他人にするのは難しいけど、妹だから割とこれいらないんじゃないとか言えます。うい、食べちゃった。食べてる、またもっといで、バック。まずはお皿が出てきました。これどうしよう、どこ入れる。これ5枚もある。5枚もここには妹と妹の息子が2人3人で住むんですよ。まあ、みんな仕事してるからね。ここにどこにしまうの、つけたいものがちょうどこれ。キッチンファイター大好き。はい、じゃがいもが茹で上がりました。小さいか、これいいな、綺麗。これポテト豆乳。なんかさ、猫がね出てこないの、全然ビビって。新しい家に可愛いんだって。これどうするよ、困ったね。
アボカドは。なかなか、まあまあ美味しい。美味しい？美味しい？よかった。ここはいた。クリームチーズがあったんで、これ入れます。そうね、ちょっとしかないから使っちゃおう。ダメよそれ、ひまちゃん。アボガドのサラダ、塩コショウとマヨネーズと酢とあとクリームチーズ入れました。あと、バジルとパセリもちょっとかけて。ほら美味しいかな。味見じゃん、味見。
るよ、これ。え